メディアを再生する、プラーグの大学生41分1秒、プラーグの大学生は、1913年に公開されたドイツのサイレントホラー映画。エドガー・アーラン・ポーの短編小説、ウィリアム・ウィルソン、アルフレッド・ド・ミュッセの詩、12月の夜、それに、ファウスト伝説をベースにしている、パウル・ベケナーのデビュー作。1926年、1935年。 2004年にリメイクされた。1820年、プラハ。バルドィンは剣の達人として名高い大学生。ある日、溺れかけたマルギット女白爵を助け、彼女に恋をする。しかし身分が違いすぎる。バルドィンは貧乏だった。スカピネリが金の援助を申し出る。条件は鏡に映ったバルドィンの分身。バルドウィンは同意する。しかし、以後、 バルドゥインの近辺に現れる分身に悩まされ続ける。ラスト、バルドゥインは分身を銃で撃ち殺すが、それはバルドゥイン本人に死をもたらした。プラハ近辺とバーベルスベルクスタジオで撮影された。セット設計は美術監督のロベルト・エディート・リヒ。プラーグの大学生はドイツ最初の芸術映画と言われ、映画を低級な見せ物から芸術へと格上げするのに大きく貢献した。 また、批評的にも工業的にも成功した。崩壊へと向かうドイツ帝国の阻害と分離を利用したことで多くの観客を集めた。主演のパウル・ベゲナーは従来の演劇の限界を映画なら超えられると思い、以後、積極的に映画制作に乗り出す。撮影監督のグイド・シーベルは二重露光により本物と分身を同一画面で描く。 画期的な映画トリックを実現した。脚本のハンス・ハインツ・エーベルスは幻想回帰作家で本作以降も脚本を書き続けた。この映画は当時まだ生まれたばかりだった精神分析学への興味をも高めた。1914年、ジークムントフロイトが創刊した雑誌、今後に夫をランクが寄せた記事、デア・ドッペルゲンガーにはこの映画の中のバルディンが 女伯爵を誘惑しようとすると分身が現れて邪魔することが説明されている。この映画の主題は第一次世界大戦後の社会の変化と不安などバイマル共和制時代の映画に多大な影響を与えた。表現主義もそうしたアーティストや作家の悩める精神が生み出したものである。キアロスクールはこの映画ですでに確立され、以後、カリガリ博士などに受け継がれ発展する。 ドロシー・エル・セイヤーズの短編探偵小説、鏡の映像にはこの映画のことが言及されている。ありがとうございます。